マグネットでカチッと閉まる名刺ケースの作り方です。内側に厚紙を入れているのでしっかりした作りです。なるべく外側に縫い目が出ないように作ってみました。マグネットを入れているところにも縫い目なしです。今回はデコレクションズのはぎれセットを使いました。このオレンジの裏地だけ家にあった綿麻生地を使ったのですが、少し柔らかい仕上がりになってしまったので、裏生地は少し張りのある生地の方がおすすめです。材料はこちらです。表布が横13センチ縦18センチ、裏が横13センチ縦が22センチ、あと厚紙と強力マグネット2つです。今回はセリアの 1.3 センチのものを使いました。表布と裏布を中表に合わせて2センチの縫い代で縫います。両端を1センチ内側に折ってアイロンをかけます。さっき縫ったところも裏側に縫い代を倒して開くようにしてアイロンを当てておきます。中表に合わせてクリップで留めます。アイロンで折ったところも伸ばします。両端を1センチの縫い代で縫います。表に返してアイロンを当てます。開き口のところは縫い代を開いて折って、アイロン線で折って留めておきます。表からアイロンを当てます。この開き口のところから5センチ折り上げてアイロンを当てます。上を折り下げて高さが7センチになるようにしてアイロンを当てます。開いてこの開いたところから厚紙を入れます。上端まで押し込むようにして入れて、このアイロン線でこのように指を固定して厚紙を一緒に折ります。こちらの下の線も一緒に折り上げます。厚紙を取り出して厚紙にマグネットを貼り付けます。こことここにマグネットをテープで貼り付けます。このマグネットを取り出すときはリッパーが便利です。厚紙の真ん中に印をつけます。 1,2,3,4.75 センチぐらいです。下にまず貼り付けます。端から5ミリぐらい開けて真ん中くらいにテープで貼り付けます。マグネットの方向を確認して上にも端から5ミリぐらい開けてテープで貼り付けます。これで一度合うか確認します。大丈夫そうならテープを縦にも貼って固定します。これをもう一度戻します。確認して大丈夫そうならこの開き口を閉じて端ミシンをかけます。この時厚紙が1センチ下に来てると思うので、それがちゃんと下に来ているか確認します。次に両端にも端ミシンをかけます。この時に上からかけてもいいですが、今回は
下だけミシンをかけて、表からは縫い目が見えないようにします。厚紙を反対側に寄せて、反対側を縫う時もこちら側に厚紙を寄せて、これで出来上がりです。